CC とランランのお家をいつもご視聴いただきありがとうございます。先日 CC が動物病院でホルモン検査を受けてきまして、その結果報告になります。 CC ですが胆嚢粘液脳腫という病気のため定期的に動物病院で検査を受けております。その過程でホルモン検査を受けてきたのですが、結論はいわゆるストレスホルモンの値が高いということでした。電話で獣医さんから結果報告を聞いており、その時の様子を公開いたします。電話での話だけだと理解しにくいかもしれませんので、概要欄に詳細をまとめました。よかったら見てください。もしもしです。はい、ホルモン検査の結果ですよね。はい、で結果なんですけれども、はい、甲状腺の数値の方は、基準範囲内で正常だったんですけど、はい、コルチゾールっていう副腎から出るホルモン、こちらがね、やっぱり過剰になってるんですね。ああ、そうなんですね。うん、まあ、細かい検査結果に関してはこれの解釈だとかは、はい、はどうかな、いらっしゃってもらってお話をしようかなっていうふうには思ってたんですけど。あ、そうなんですね。うん、まあちょっと、はい、副腎皮質機能亢進症っていう状態は、はい、ホルモン検査の結果からは、はい、ちょっと疑わしいっていう結果が入ってきてます。そうなんですね。わ、うん、かりました。はい。治療するかどうか、はい、本人のその胆嚢の状態を考えると治療対象かなとは思うんですけど。はい、これを治療すべきかどうかに関して、はい、ちょっと細かい話っていうのをいらっしゃってもらってからまたしようかなと思ってます。わかりました。じゃあ近いうちにお伺いします。よろしいですか？はい、大丈夫です。はい、お願いいたします。はい、わかりました。元気ですか？大丈夫ですか？あ、そうですね、今のところ元気です。通常通り過ごしてます。はい、じゃあまたいらしてください。わかりました。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、失礼いたします。引き続き検査と治療に力を入れていきたいと思っております。 CC の医療費に関してですが、一言で言えば高いです。ただ今までの YouTube の広告収益のおかげで妥協せずに医療に専念できそうです。これはいつもご視聴していただいている方のおかげで本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今後も CC の病気の進捗については定期的にご報告する予定です。我が家でできることは全部しますのでご安心してください。次は良い結果報告ができたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。